仮想度は外部回路へ電流が流れ出す電極のこと。外部回路から電子が流れ込む電極とも言える。電気分解や電池においては、仮想度は電気科学的に還元が起こる電極である。仮想度という語はマイケル・ファラデーにより命名され、ギリシア語で折口を意味するキャスドースに由来する。仮想度と逆の電極はアノードである。仮想度とアノードの区別は、 電流の向きによって決まるのであり、電位の工程によらないことに注意を要する。陽極と陰極の区別は、電位の工程によるとする流儀と、アノードと仮想度の直訳とする流儀がある。電気分解のように電気的な負荷となる場合は、問題ないが、電源となる場合では混乱する。正極、負極という用語は、電位の 高い、低いで区別する用語として定着しているので、電位を表す場合は、正極、負極の用語を、電流の方向を表す場合は、仮想度は濃度という用語を用いるのが望ましい。正極、負極で表現すると、仮想度は、真空管や電気分解では、負極、電池の場合は正極である。霊陰極という場合は、加熱しない金属を電極として用いた陰極のことを指す。 ありがとうございます。